丸井金芸丸井金芸は戦前に活動していた日本画家。神奈川県立神奈川工業高等学校工芸、図案家元教諭。本名、丸井金蔵。愛知県羽栗郡北方村出身。九人兄弟の三男として生まれる。愛知県立工業学校を卒業後、郷里出身の著名な日本画家である、河合曲道に憧れ、1928年。 東京美術学校日本画家に入学。同期生には、杉山康氏、川本松浦が在籍。1933年卒業後同行動家、研究科に2年在籍。有機素名に指示。訓風、馬婦人群像図、東方劇場階段ホール壁画在学中から画家を、志し。1930年、国際美術協会主催第1回美術展覧会、入賞主席。 翌1931年同店無観査出品。1935年には、愛国生命保険株式会社の移植により、壁画制作。1937年に、株式会社東京宝塚劇場の移植により、東京宝塚劇場階段ホール壁画制作など、古今東西の幅広いジャンルに題材を求めた画風の創作活動を続けるが、 1938年代、一回現代、美術展覧会に出品した、屏風、壁画に、修婦を最後に晩年まで画家として活動した形跡は見られない。神奈川工業高校での授業風景戦後、東京美術学校日本画家、工芸家の講師を2年務めた後、1948年、新生神奈川県立神奈川工業高等学校。 工芸図案家の教諭として1971年、定年退職するまで、更新のデザイン指導にあたる。1965年同校の工芸図案家と、木材工芸家を改変して、産業デザイン課と命名するが、当時大学も含めて、デザイン課と名乗る学科はなく、全国で初めてのデザイン課の誕生となった。同課からは、細谷岩尾、浅場勝美、村瀬秀明、 柳町恒彦、勝岡茂げ宮田式といった著名、デザイナー、アートディレクターを多数輩出している。退職後、杉山康史の勧めもあって、再び絵筆を握り始めたが、1979年69歳で、病没。1995年、1997年金芸が今日構えご反省を、送った三鷹市の三鷹市美術ギャラリーにて、 丸い金芸とその周辺の人たち展を開催。2008年には、故郷の愛知県一宮市にある一宮市博物館で、館主催による特別展、今鮮やかに丸い金芸展が開催された。2006年から、毎年秋に、東京の屋根線界隈で開催されている、芸工展に遺族が自宅を開放したスペース、屋中へむるいすみかで参加し、金芸作品を披露している。 2015年小学館発行、日本美術全集第18巻、戦争と美術に、壁画に、修復掲載。壁画に、修復4曲秒部 259-357.2cm。ありがとうございます。